エヴァン・モブリーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンディエゴ出身のバスケットボール選手。NBA のクリーブランド・キャバリアーズに所属している。ポジションはセンター。2021年の NBA ドラフトにおいて、クリーブランド・キャバリアーズから全体3位指名を受けた。幼い頃から、兄のアイザイヤと共に、元バスケットボール選手の父であるエリックの指導の下、バスケットボールを始めた。 当初はバスケットボールをすることに消極的だったが、8年生になると身長が6フィート、4インになり、スポーツに興味を持つようになった。高校はカリフォルニア州テメキュラにあるランチョクリスチャンスクールへ進学。最初の3年間は2019年のクラスで5つ、星の新人であるニーアイザヤとチームメイトだった。高校2年生の時、 一試合平均19.2得点10.4リバウンド4.7ブロックを記録し、カリフォルニア州、ゲータレード年関西優秀選手賞と、プレスエンタープライズ年関西優秀選手賞に選ばれた。高校3年生になると一試合平均20.5得点12.2リバウンド5.2ブロック4.6アシストと、さらに成績を伸ばし、ランチョクリスチャンを22勝8敗と導いた。 モブリーは2年連続、カリフォルニア州、ゲータレード年間最優秀選手賞を受賞し、2年連続受賞は、ドリュー・ホリデー以来2人目の快挙となった。また、モーガン・ウッテン年間最優秀選手賞にも選ばれ、マクドナルドが主催する、全米高校のオールスターゲームである、マクドナルド・オール・アメリカン・ゲームや、ジョーダン・ブランド・クラシック・ナイキ・フープ・サミットにも選出したが、 新型コロナウイルスの影響ですべて中止された。モブリーは2020年のクラスで5つ星として評価された。2019年8月5日、USC の他にも UCLA やワシントン大学など競合校からオファーが来ていたが、兄も在籍している USC に進学を決めた。2020年11月25日のカリフォルニア・バプティスト大学とのデビュー戦で、 21得点、9リバウンドを記録し、USC は95から87で勝利した。レギュラーシーズンが終わるとモブリーは、パック -12 の年間最優秀選手、最優秀守備選手、新人王に選ばれた。NCWA ディビジョン1の、競合カンファレンスでこの3冠を達成したのは2012年の、アンソニー・デービス以来2人目となった。2021年の NBA ドラフトにて、 クリーブランドキャバリアーズに全体3位で指名され、2021年8月3日にルーキースケール契約を結んだ。同年10月20日のメンフィスグリズリーズ戦で NBA デビュー。17得点、9リバウンド、6アシストとオールラウンドな活躍をしたが、キャバリアーズは132から121で敗れた。約7フッターの身長に、機動性と運動性を備え、 ポストアップからのフェイダーウェイやミドルショット、ピックフェードの3ポイントも打つことができ、近代の NBA 最高峰の2上型ビッグマンである。また、素早いフットワークからピックアンドロールディフェンス、ガード相手にも対応でき、224センチメートルのウィングスパンを活かしてショットブロッカーとしても発揮している。NBA 選手ではクリス・ボッシュやアンソニー・デイビスとよく比較され、 デイビス本人もモブリーについて、エリートのショットブロッカーで、ロブの脅威がある。ルーキー時代の俺に似ている部分がいくつかあるけど、おそらくシュートは俺より少し上手いだろうね。と語っている。ありがとうございます。